女の子のお悩み解決ソリューションズ CEO どうも花岡雅子です。よろしくお願いします。その専務の DJ でございます。今回は2年ぶりの仕事っすね。違う今回はやはりそのコロナでおうち時間が増えているという事態がありましてね、はい、はい、なるほど。でお母さんの世のお母さん方からね、あの連絡入ったんですよ、はい、そのおうち時間で性教育したいんですけどどうしたらいいですかっていう依頼が来まして、あそうだから最近の小学生っていうのはですね、はい、やれ Twitter だとか、はい、まあ、やれ YouTube だとか、はい、はい、ちょっとスクロールしたらもう5回に1回おっぱい出てくる思わへん。あれ確かに Twitter とかでもAV 女優とかが普通にツイートで流してきますもん ね、 ね、結構すごい、ね、ちなみにそこにおられる審査委員会の方々意図せずそういうの出てきたりしませんか？よく私は意図してフォローしてますマジで誰フォローしてる？誰アスカキララおーキララちゃん。いやでも俺はこれほんまにすごいなって思ったやつは本垢でいいでするっていうのをやってる。あーそれ俺それね、俺その適宜まだそれ、いや俺やってんのもうそれギリギリ見えてない。なんかそ の、 あの、ね、ダビデ像をいいでするかも。ダビデ像をいいでするだから彫刻やねもう彫刻レベル美術の作品。いやであれ自体は俺性教育やと思ってんやけど親からしたらそういうなんか、はいはい、唐突なるおっぱいとの出会いっていうのは、はい、やはり一般にはよくされよく良いと思う、ね、まあまあまあそうですね、それはそうだと思います、はいはい、もう故にですね、はい、今回は正しい性教育の知識をつけていただこうということで、まあ、今回我々がね性教育に関する問題をね解決していきたいと思います。はいはい、というわけでメイクイットバスボーム with コービンビン絶対あれいや、コービはいいねんけど、ビンビンの方が多分な、よくは、ダメかもしれない。お邪魔女ドレミ見て。ビックリビックリビンビン。幼少の頃からビンビンって言ってるし。まあまあ確かに確かに。はいはいはい。特に我々世代は幼少頃からビンビンと共に育ってきた。いろんなものがビンビンで、はいはい、電波ビンビンって言うし。はいはい、そうですね。我、ね、々、まあの時代よくとよくそう言うと。レンジで熱かったらチンチンや言うし。だからアクセントだけ間違えないようにって言って。ああ、そうね。はい、レビーダフタミ。チンチン。せーの。チンチン。チンはい。というわけで、早速一つ目のお題を読んでみよう。はい。あの方たちはどういう体でここにいるのあの方たち。世のママさん代表は。ああ、そういうことね。お子さんもいらっしゃるということなんですね。お子様とはやっぱ親の狭間ぐらいにおる。ああ、そういうことか。アダルトチルドレン。アダルト、なるほど。わかりやすい。アダルトチルドレン。モラトリアム世代。じゃあ一つ目のソリューションどうぞお願いします。はい、はい、ちょっと我々もねドキドキしてドキドキする我々もドキドキして何言われんやろって思ってる今ね見たことないから、はいはいはい、最初の質問です。はいはいはい、一緒にお風呂はいつまで？あー All the time オーダータイムみたいなところあるけど、まあ確かにそれはね1歳2歳の頃は一人で入れませんから、うん、そうね。じゃあいつまでお母さんとお風呂？いやーこれはね、はい、母さんから目をそらし出してきたそのなんかそのパンツとか渡すときにあ、はいはい、ここをやったら、あ、そうそうそう、なんかクロールで息継ぎするみたいなシュンって感じ、はいはい、あ、そういうことだ。あの姉ちゃんとの話してちょっとあのこれはほんまに姉ちゃんとあのお風呂の中で何したかっていう話してこれはでもほんまに真理の扉を開きそうだったんだけど姉ちゃんと一緒に交尾っていうのは絶対人間にもあるはずだっていうロジックを立ててたわけ。セミとかバッタとか見て交尾してるっていう、まあそうね、それ習うもんね。じゃあ人間はっていうのにもう着目してね俺は。着眼点鋭すぎるやろでじゃあ人間にも交尾があるはずだと思って、はいはいはい、姉ちゃんと一緒にお風呂でどうやったら交尾になるのかっていうのは研究してる。小1と小4でやってるんですかそれを。そうその同じバスルームの中 で俺たちがたどり着いた結論は、はい、2人の足の裏同士を合わせる。両足のこうやってこう二人の足をこうやってこうこうなってんのお姉ちゃん。こうしたら、はいはい、これは交尾だって。あ、なるほど。これ母さんに母さんって言って飲んで母さんこれ交尾って聞いたら、うん、そっから記憶ない。あ、そっから記憶ない。だから多分あの闇の世界かなんかにあの飛ばされたよ。そっからある記憶ない。記憶ない。マジで。まあ、自分の娘に対して俺はいつまで一緒にお風呂入るか。まあ、それってか、そっちの方が大事ですね。そういうこと。もはや俺らにとっては。そっちの方が大事ですね。そっちや。まあ、20歳ぐらいじゃん。まあ、そうやな。いや、俺だから将来の夢としては、お風呂の中で志望校聞くってのあるんや。
娘から下心聞くってのはあるよ。それ聞けたらもう死ねるわ。死ねるんや。合否見届けへんのや。まあ、ただこれね、回避する方法あって。回避、うん、毎日一緒に入ってたら、うん、これ微分可能に行くから、うん、そのままずっと入り続けられるっていうこれ裏技として。なるほどなるほど。これがまあ我々のね、お父さんサイドの答えです。かつそれの良さは、娘息子の成長を微分可能に眺められる。そうね。でお願いします、はい、答えを。この本に書いてある模範解答はですね、はい、体つきの変化が出だしたら、親や異性の兄弟とはお風呂や寝室を別にした方がいい。あ、体つき、あ、だから俺結構近いこと言ってない。まあ確かに。でもなんでダメなの？なんでダメかがあるはずやん。体つきが変わってくると、生物的な仕組みとして子供ではなく異性として捉えてしまうことがあるから。それは だから変化がわからんように毎日入るわけ。あ、でも子供は親からの性的な視線を感じると、うん、体はなくても生物的な仕組みでこう感づいてしまって、で親子の信頼関係が揺らいでしまう可能性も。マジレスすぎるそれ。マジレスすぎるその反応。間違いない。マジレスすぎるよ。だから一点着目したら、あ、そうそうそう、全体で、だから全体見て、あ、確かに。逆もあるで、めっちゃ近くで見たらもう変わってないから。娘のもうこれぐらいの倍率の顕微鏡とかで見たら。あ、じゃあ分かったから、一緒に入ろうって。じゃあここにこうやって、あの娘が入りながら入れば、あの、いや俺見てない俺見てない俺見てないってなるな。いや別にお前の皮膚と向き合ってる。そうそう、ほんまそう、ほんまそう。言えるから、二人とも静止した状態でこう対面するからダメなわけで、娘の上に乗った非完成形から見たらいいだけの話だね。じゃあ肩車するとか、肩車するとかで、ちょっと娘こう見とっても娘からしたらお父さん見えへんやん。そうそうそう、一心同体の。そうそうそう、あと二人回りするとか。あ、そうそうそう、それ全然ある。二人回りとかして、あのシャンプー、お父さんシャンプー取ったりとか、どこじゃどこじゃってやったら、あの実質一人で履いてるの一緒やから。続いての質問です。家族団らん TV でベッドシーンを見たらどうしますか？え、家族団らん、あー、いい。あ、この人たち何してるの？そうそう、って聞かれたら、でも結構あるくない？その現象、それ結構起きうるくないですか？まあでもそれ女の人やったら、俺普通にこの女の人めっちゃキレないとか言って耐えるっていうのない？いやらしくなく。だからパパとママのあれでちょっと見た方がいいかも。ああ、そうね。そう、まあマックスその場で見せるっていうのあるけどね。そうそう、そういうことだ。これがまあ一旦悪い回答。まあ、これがまあ悪い回答っていうのがありまして、逆にあの出てきた瞬間に、あの、ってめっちゃ笑うっていう。あの漫才に、ね、漫才にやって、漫才に笑ってんねや。この芸人売れるでこれから。そういう見方で。まあ、リアルな回答で言うと、はい、俺やったら、はい、うわ懐かしい、こんなんやったな昔みたいな感じ。嘘やろ。こんな感じ。我々も通ったよ、こんなに近いだよ。最近全然行ってなくないみたいな。確かに。これ流行ったよ、これ一時期ね。一時期これな、結婚当時は流行ったね、こういう遊び。あ、確かに。まあでも今の子は遊ぶものが多いからやらないのかな。最近オンラインばっかりやから、ね。オンラインばっかりやからね。昔電波なかったから、こういうことしかなかったんだよね。そろそろ答え言っていいですか？いいですよ。はい。行きます。はい。ちょっと聞いてもらっていいですか？はい。急にノリノリ。はい。ママ、あれ何してるの？あの二人。ん？愛し合ってるんだよ。なるほど。なるほど。シンプルらしいです。愛し合ってるって言えばいい。そう、愛し合ってるんだよっていう、もう素直に言うっていうのが答えです。相互作用するっていうのはどう？確かに。二人が相互作用してるっていう言い方は。まあそれでもいいかもしれないですね。いいや、いいや。本当これ、本当は、本当は、うん、行こう。そうやな、でも、いいっちゃう。はい。笑ってる、また。物好きな女だね。よし、はい、続いての質問は、子供はいつからしていいんだろう。おお、なるほど。おお、まあ、それを子供が聞いてくるってこと。いや、母親が悩んでますね、これは。あ、母親が悩んでる。うちの息子いつからさせようかしらって。習い事みたいな感じじゃないやん。なかなか、うん、そこに愛はあるんかっていう話。いい視点、いい視点、いい視点。で
だから、はい、愛もないのに何もなんかよくわからない感じで入れてみて子供できちゃったみたいになったのが最悪のパターンやね、多分これが。確かに、うん、結構芯で言ってますね、年間さん先からお前マスターそれはマジかマジかちゃんとボケろでも、まあ、俺やったら、うん、闘神みたいなやつ入らせてそのなんかドゥルルリンゴムの付け方みたいな VOD そう、VOD 授業をうまく受けさせるその時やったら、はいはいはい、俺的には痛いって10回毎日叫ばせるってなるけど、あーほんまに痛かった時にちゃんと言えるようにで、勝負 の本番の夜になった時になんか背中にあのジェットみたいなのつけて痛いって飛んでいけって飛んでいけるように飛んでいけるように緊急出しだけど、でもそれ大事じゃん。でもその女の子側のその防御システムはちょっと確かに防御システム大事。あれなんつうんやっけ、あの消防署のあの地図記号みたいなやつあるやん。さすまた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 みたいな。超緊張にさすまた。だからあのなんかこうやって持っといてこうなってる感じ。で入れられた時に痛かったらこういう。でそのまま首回転。そう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 。まあ、はい。ではいいですか、はい、いつからしていいのか聞かれた時は、はい、いくつになるまでではなくて、はい、それが我が子や相手の人にとって幸せなことか不幸せなことかという視点で考えられるようになるまで焦らない。まあ、だからまたもう一回だけ言うけどね、マジレス幸せとはね。いやいや、それはそう。はい、続いての質問いきます。はい、子供が AV、アダルトサイトを見ていたらどうしますかっていう、うん、はい、見して見してっていう見して見してあ、新着から行く人ねちなみに、パナオさんね、タブを消すっていうのを疎いんやだからあの、タブ何個も残せるやん、Google とかで何個も開けるやん。パナオのパソコンチラッと見たら、5年前ぐらいたまにあの、あお前なんか、だから俺いつも、ちなみにその時見た時のやつは、あ、お前、実写じゃなくてアニメの方ね